ここはサイユーシティ、花と海とポケモンの楽園、つまりここはパラディと楽園送りってわけ。ジムバッジ8つ集まったしポケモンリーグさえ行くべ。何これ、最後の難関華厳の滝、この先にポケモンリーグがあるらしい。なんで最後にサスケやらせん。さすがのサスケにも滝登りはない。もうポケモン関係ないや。やはり最後に頼れるのは己の肉体のみ。滝ってどう登るん？てか登れんの？ポケモンに乗っていくんじゃない？そうでしたか。まあ分かってましたかね。行けたね、富士さん。起きたか。まあ分かってましたかね。結局水ポケ捕まえてないよね。てか滝登りなんてポケモンだってできねえだろ。物理法則知らねえのかよ。おめえは知ってんのか？知ってるよ。ペーペーには引力がある。60じゃねえ。あとあれ、なんだっけ、シュールストレミングの法則。ん？ピッピの法則だっけ？どっちも臭い法則で臭。この法則なんだっけ？名前が思い出せない。あるか。そうやっていじるの？ちげえよ。それは築地のハンドサイン。8000円だ。なんでそんなもん知ってんの？あ、思い出した。フレミングの右手の法則。ああ、俺は左手だけどね。何が？別にどうやるとこではない。で、どうしようか。どうやって行く？別によ、泳ぐことにこだわらなくたっていいんだろ。それなか。だったらお前の出番や。行け、ガガンボ！どのぐらいの高さか見てみようか。わっ！空はダメだ！監視されている！そこまで滝登りさせたいの？あったよ！最近知り合ったゾーラ族の人からとんでもなく泳ぎやすい鎧をもらったんだ。ゾーラ族って何？鎧だと沈まね。見よ！これがゾーラの鎧！なんだ、タイツか。ゾーラの鎧だよ。ロケットだ。ゾーラの鎧だよ。エガちゃん。99人が呆れても1人が笑うならいいじゃねえか！よし、行ってこい！ほらすげえ、ガチで滝登ってやがる。しめえ。しめえ。はっ！ここがサイユーシティ。素敵な街だね。さあ、いよいよ、放映編最後。ポケモンリーグ。んだ？